さて皆さん、先ほどの YouTube をご覧になりましたか？もう、砕氷船内にね、30分以上も閉じ込められている状況で一旦切りましたね。あれからね、まだ閉じ込められて、ずっと車内でね、多くの人が私を含む立ち往生していました。そして、その後、どうなったか、まあ解放までのね、まあその運転再開されて、駅に降りることができて、解放されるまでのね、場面を皆様に今回はお届けします。あの後ね、あれからね、家帰ってきてね、今さっきも、まだね、そのテレビつけていろいろニュースとかを見たかったんですけれども、日曜ロードショーとか、まあなんかドラマとか、なんかゴルフの試合とか、バラエティ番組とかしかやってなくて、ちょっとね、ニュースがまだ夕方になってないんで、ちょっとやってないので、ちょっとね、テレビの方でちょっと情報がちょっと、まだそれ以降、ちょっとつかめませんでしたけれどもね。そして、つい先ほど、午後15時45分現在も、山手線の内回り外回り以外の京浜東北線、JR のね、京浜東北線、埼京線、高崎線、宇都宮線、それから、特急鬼怒川号は、まだ運転を見合わせておりました。まあ、特急鬼怒川号に関しては、もう本日は、運休となってしまいましたので、残念ではありますがね、皆さん、これからね、電車で移動する方は、地下鉄、各線、丸の内線とか銀座線とか、有楽町線とか、副都心線とか、千代田線とかのね、地下鉄各線と、あとは、西武池袋線、そして西武新宿線、もしくは、公共交通と、バス、あるいは、タクシーなど、ちょっと、まだね、電車が動いてなくて、移動するのに大変な方もね、いると思いますが、そういった感じで、移動していただければと思います。それでは、引き続き、前回の続きをご覧ください。ただいまの西田、東田緊急通信の無線が発砲されております。その確認作業を行っております。確認作業が終了次第の発砲になります。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。今しばらくお待ちください。また停電の影響は、我々変電所への火災がの影響で、停電が発生しております。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしてまして申し訳ございません。明日までしばらくお待ちください。運転再開まで今しばらくお待ちください。火事だよ、火事。やばい。さて、いつまで閉じ込められることか、早く解放されたいです。わらき変電所の火災の影響で多くの線で運転を見合わせたいと思います。安全確認作業を行っております。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。安全確認作業がどれ次第の運転再開となります。電車遅れまして、ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。私までしばらくお待ちください。また電車遅れまして、ご利用のお客様には早く解放されたいよ。再開いたします。池袋駅まで運転を再開いたします。ご利用のお客様に当たりの場合はこうおかけして誠に申し訳ございません。電車が動きますのでご注意ください。3時47分、やっと電車が動きました。とりあえず池袋駅までは動いてくれました。池袋駅まではそうだよ、だってもう駅の手前だもん。本当もうホームが見えるところで止められたからね。それでこんな約50分ぐらいずっと閉じ込められたんで、
もうたまらないですよ、みんな。早く解放されたいという気持ちばかりでした。ようやく解放されます。多くの人たちがこれで救われます。ただいま変電車で火災が発生し、現在のところも確認を行っております。ただいま駅から発車する電車は全て運転を続けます。いや、解放されました。解放されましたよ。再開日本時間はなっておりません。運転再開日本時間はなっておりません。東京メトロまたは西武線、東武線をご利用ください。繰り返し乗車合わせてご利用お願いいたします。現在の運転再開日本時間はなっておりませんのでご注意ください。皆さんね、先日の関東地方のね、震度5強の地震でね、だいぶ交通がね、麻痺したというね、こともありました。そして、その数日後に、いきなりこれですよ。まだね、地震の影響をね、受けて、すべてね、全部、その影響がね、全部収まったわけではないじゃないですか。そう、その、ない中で、今回このね、停電ですよ。原因はどうやら埼玉のわらびの火災の影響なんですって。これどうなってしまうんですかね。一体何万人に影響が出てしまうのか。とにかく、あ、今アナウンス聞きましょう。それから発車電車すべて運転を見合っております。また3番線の特急電車鬼怒川、3番線特急電車鬼怒川本日運転を見合っております。本日この先すべて運転を見合っております。かわいそうですね。いや、とにかくね、これ何万人に影響出ますかね、このわらびの火災による停電。だってこれもう JR ね、埼京線も宇都宮線も山手線の内回り外回りも全部これ止まってますからね。もうこれもう1時間ぐらい止まってますからね。今そうですね、1時53分です。なのでちょうどその12時54分の停電による停車とか運転見合わせからちょうど1時間が経ってますから。皆さん、今日はもう鬼怒川号がもう今日は運転見合わせてもう回送列車になるそうなので、元鉄道マニアの私プロレス王子光本が、はい、せっかくですから記念写真撮って今日は帰ります。まあ、皆さんちょっといろいろ大変でしたかね。こんな内容でよければ、チャンネル登録、グッド評価、快適コメント拡散、そして、インスタグラムメキシコ忍者の方の、たくさんのいいねフォロー、コメントの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。